バナナ共和国のイメージ画像バナナ共和国とは、バナナなどの第一次産品の輸出に頼り、主にアメリカ合衆国などの外国資本によってコントロールされる、正常不安定な小国を指す政治学上の用語。特に、大多数の貧困労働者層と政治、経済、軍部を包括する少数の支配者層という社会の階層化による格差を拡大させる。 この政治経済学的な加藤政治体制はその国の第一次産業を支配するため、その国の経済を搾取することになると指摘される。ホンジュラスは典型的なバナナ共和国主に中南米の小国に対して使われることが多いが、抗議には同様の状況にある他地域の国家に対して使うこともある。部別的な色合いが濃い。典型的な国としては、ホンジュラスやクアテマラ、パナマなど、 2021年1月6日の2021年、アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件に関し、第43代大統領ジョージ・ギャブリュー・ブッシュは、これはバナナ共和国で起こるような事件で、民主主義国家の姿ではないと非難した。もともとこの言葉が生まれたのは、20世紀初頭の中米で、ユナイテッド・フルーツやドールなど、アメリカ合衆国の農業資本企業が、 広大なプランテーションを各国に建設し、その資金力で各国の政治を牛耳ったことに由来する。バナナの生産及び輸出には厳密な管理が必要だったため、各社は鉄道や港湾施設など必要なインフラストラクチャーを自己資金で建設し、さらにバナナビジネスがうまくいくよう、各国の支配者層と結託して、自らに有利な状況を維持させ続けた。 また、これらの国々の多くには他にめぼしい産業が育たなかったこともあり、外国の巨大企業に対抗できる勢力はほぼ存在せず、巨大企業、ひいてはそのバックにいるアメリカ合衆国の言いなりになる従属国家の道を歩むこととなった。最初にバナナ共和国と呼ばれ、実際にそれらの企業の影響が最も大きかったホンジュラスでは、 ユナイテッドフルーツ社の経理部長から大統領になった人物もいる。もともとバナナプランテーション自体はその作物育成上の観点から中米各国の政治中心が置かれた山間部や高地ではなく熱帯気候の海や大河に近い平野部に作られる。さらにバナナは傷みやすいため農園の最寄りの港から直接輸出されることが望まれる作物である。そのため 飛び地経済を形成し、首都の人間から見た経済の成長や安定にあまり寄与せず、逆に、スペイン統治時代からの中心地とは、気候、風土の違う地方の経済的発展を促し、ひいては政治的発言権の増大へとつながった。ただし、そういった地域では、首都周辺の政治勢力よりも先進国の農業企業が大きな力を持つに至り、 作取の代表例としてみなされることも多かった。冷戦下において、アメリカ合衆国政府やアメリカ企業は自らに不利な政権ができた場合、時には武力に訴えることもあった。1954年のグアテマラのクーデターは、農地解放を訴える、要求的な運ボアルベンスグスマンオク政権に対し、ユナイテッドフルーツ社と CIA が組んで起こしている。ありがとうございます。